ご利用くださいましてありがとうございます。お客さんにお知らせいたします。アジアの九州の声かけ佐藤君とお聞きいたしております。体の不自由な方などお困りの方を見かけましたらお声かけのお手伝いをお願いします。ご理解ご協力お願いします。九州からお知らせいたしました。ということで、シャレトークです。まもなく、箱坂道町、第3番乗り場中です。飛躍が出しまたご注意ください。シーワールドにご注意ください。